江戸の皆さん、こんにちは。皆さんご承知の通り、ただいま参議院大分県選挙区でですね、補選を行われております立憲民主党から吉田忠智さん出ております。まあ、同じ党なんです。でもちろん同じ党なんで、部会とかね、委員会とかの発言とかがあってるんですけれども、なんせね、真面目ですよ。本当にね、いろんなことしっかりと調べられて、でかつ本当にね、いかに困っている人ね、弱い人を救うかということをですね、ずっと取り組まれてこられました。そしてね、やっぱり大分一筋ですよ。大分一筋ってやっぱり違いますよね。その本当に大分県のことをよくご存知で、地域性に根ざしたね、質問なんかもされております。やっぱりこういう方に参議院なんていただきたいものです。参議院大分県選挙区の補選は吉田忠智さんにご支持5000円いただきますこと、心よりお願いさせていただきます。